インドネシアの国旗は上に赤、下に白を配した横に敷きであり、紅白旗と呼ばれる。デザインはモナコの国旗と全く同一だが、縦横の比率が異なる。インドネシア国内ではサング・ミラ・ピューシュと表記される。ミラ・ピューシュが紅白を意味し、赤は勇気と情熱を、白は真実と聖なる心を表す。サングはヒンドゥーの神や王。 英雄の名前など、尊敬の対象となる者の,の前に置かれる継承である。モナスの前で掲げられる国旗この国旗の由来を、同国独立前の民族主義運動期に遡れば、オランダ領東、インドから創始国オランダに留学していた、留学生たちの団体、インドネシア協会が、1923年の会合の、席上で、同協会の旗としてこの紅白旗を採用し、 さらに帰国した彼らを含めて1928年5月に結成されたインドネシア国民党の党旗として採用されたものであった。こうした民族主義運動の中で紅れないシラハタは民族旗としての地位を獲得し、インドネシアの独立後、正式に国旗として採用された。インドネシア社会ではさらにこの紅白旗の由来は13世紀に起こった。 マジャパヒト長期にまで遡ると考えられており、また、16世紀のマタラム長期には祝日に、紅い白旗を掲げる習慣であったと伝えられている。こうした歴史的由来からの説明のほかに、ジャワにおける民間習俗からもその起源が説明されることがある。すなわち、赤が男性のエネルギーを、白が女性の純潔を象徴しているというものである。創始国である、 オランダ国旗にトリコロールの青色部分を取り除いたものを旗印に使用したのが始まりである。また、赤と白の2色は古くから太陽と月を表す色としても親しまれており、赤が自由と勇気を、白が正義と純潔を表すとされる。ありがとうございます。